第46回アルゼンチン共和国媒アルゼンチン共和国媒は日本中央競馬会が東京競馬場で出行する中央競馬の重賞競争である。聖賞はアルゼンチン共和国労働雇用社会保障賞。々。日本とアルゼンチンの友好と親善の一環として1963年にアルゼンチンジョッキークラブから優勝カップの寄贈を受け、 アルゼンチンジョッキークラブカップの名称で創設された重賞競争。その後、1974年にアルゼンチンの競馬がジョッキークラブから国の管轄へ移管されたことに伴い、1975年から現名称となった。日本における国際交換競争としては最古のもので、一方のアルゼンチン側ではパレルモ競馬場において、 クラシコジャポンという交換競争が行われている。第1回は5月に東京競馬場の芝2300メートル別定重量の条件で行われたが、その後距離や競争条件は幾度かの変遷を経て、1984年のグレード制導入とそれに伴う重傷格付け全面見直しの際、それまで年に改築行されていたメグロ記念の秋の競争が、 廃止される代替として、施行時期を、目黒記念が行われていた11月に繰り下げ、4歳以上の馬によるハンデキャップ競争として、東京競馬場の芝2500メートルで施行されるようになった。また、格付けは、目黒記念と同じ GII 一着賞金も、目黒記念と同額に設定された。外国サンバは1972年から1983年、 および1990年以降出走が可能になった。地方競馬所属馬は1998年から出走可能になり、2005年からは外国馬も出走可能な国際競争となった。以下の内容は2017年現在のもの。出走資格、サラ系3歳以上負担重量、ハンデキャップ2017年の一着賞金は5700万円で、 以下2着2300万円、3着1400万円、4着860万円、5着570万円。コース種別を表記していない距離は芝コースを表す。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。競争名は第12回までアルゼンチンジョッキークラブカップ。各回競争結果の出展。ありがとうございます。